生の先輩として言えることっていうのは、うん、意外と本気で仕事ができる、うんうん、で本当にあっという間なんです。でちょっとじゃあ改めて新しいその自分が成長できそうな会社に入ってみたい、改めてまたこう心を燃やすじゃないですけど、情熱的になれるこう仕事ができないかなって思った時に、あそうだ、私もともとエンタメ好きだったんだって思い出したんです、うんうん。こんにちは、エンタメ就活チャンネルの太です。このチャンネルはエンタメ業界に就職したい学生に向けて有意義な情報をお届けするチャンネルです。今回も前回に引き続き空島の人事部から夏目さんにお越しいただきました。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。ラスト4本目の今回は、うん、はい、ラストになっちゃいましたね就活生のアドバイスを夏目さんにいただこうと思いまして、はい、うん、社会人の先輩として、はい、もう随分ご活躍されている夏目さんに一つアドバイスいただけたらなと思いまして、私も含めて私の友達とかも、うん、企業選びとか何かを決定する際にすごく悩んでしまうことが多かったんです、うん、でこう例えば新卒で入社する企業を決めた際とか、空島に入社するのを決めた理由とか、うん、そういったお話を受けたらなと思うんですけども、うん、いかがですか。まあでも人生の先輩として言えることっていうのは、意外と仕事ができる、本気で仕事ができる、うんうん、で本当にあっという間なんです。確かに人生の中でこうしなべると仕事してる時間の方が長いじゃんと思うかもしれないんですけども、うん、だけど本当にこう本気になって仕事に集中できる期間って少なかったりするんですね、うんうん、でその中でしかもこう例えばこれは達成したっていうことって、何かしらやっぱりご自身の中でやっぱり後悔とか、またはこうしとけばよかったっていうことの連続がやっぱり仕事だったりします。なのでやっぱり仕事選びでやっぱり一番重要なのは、やっぱり自分が本当にこの仕事にこう一生懸命ひたむきにこう成果が出せなくても次頑張ろうって思える仕事かどうかっていうところで選んでくれば、まず間違いは私は絶対ないと思ってるんですね。で実際にやっぱり最近多いのが、まあ、新卒である会社に入社しました、うん、1ヶ月間でやっぱり自分はエンタメがやりたいって気づきましたというところで、転職活動で実際選考に進まれる方が結構いらっしゃったりするんですね。でやっぱり皆さん言うのが、実際スキルを生かして、またはお給与面とか良くてとか、あとお休みがいっぱい取れてというところで選んだ会社だったんだけれど、いつ入ってみたら仕事ってやっぱり自分が好きなことができることがやっぱり重要なんだなって気づきましたっていう方が実はすっごく多いんです。そうなんですね、うん、でその中でやっぱり空島をすごく選んでくださってるのは本当にありがたいことなんですけども、うん、でやっぱり空島だったらこうすごくその本気になれるんじゃないかと思ったので、やっぱりあの受けてみましたっていう方が結構いらっしゃったりするんですけども、うん、じゃあ例えばね、何社か決まりましたってなった時に、冷静に考えてこの会社で5年後自分はどこまで成長してるかどうかとか、果たして5年後もこの会社で本気になってるかどうかっていうところの見極めっていうんですかね、そこはすごく重要になってくるかなと思うんです。じゃあ一方で入ってみてダメだったらダメで、それは仕方がないことです。だけどその今自分がいた会社で本気でその仕事に向き合えたんであれば、次転職した時も絶対それっていい要は引き出しというか蓄積になってるんです、うん、だからこそやっぱりちゃんと自分で本気になれる、本当に好きな仕事にを選ぶっていうのが人生の先輩からしたら、うん、とても重要なことだと私は思っています。なるほどなるほど、うんうんうん、ありがとうございます、はい、じゃあ、まあ、空島にその入社を決めた理由っていうのも、その好きが理由で決めたっていう感じ。あ、空島はまたねちょっとね面白いんですけど面白い、あの実は私もともと実は14歳からずっと芸能界にいたんだよ。へえ、うん、そうなんです。で、でも芸能界にいた理由っていうのが、本当は映画監督になりたかったんです。あ、そうだったんですか。うん、そうなんです。で映画監督になりたくて、でもじゃあどうやってなったらいいか分からなくて、でとりあえずじゃあ、まあ、その時たまたまちょっとな芸能界に入る、まあ、ちょっとなきっかけがあったので芸能界に入って、できればやっぱりその好きな監督のね弟子になりたいなと思って、あの大学も美大を、ね、あの入ってでちゃんと英語を学ん で大学実は ありがたいことに好きな監督の2人の監督の弟子とかにもなれたんですけども、うん、ただやっぱり私はやっぱりその時まだあんまり女性が監督になるって難しかったんですよ。へー、うん、でそれでまあしかもお前は多分女優だろうって言われて、でずっと前役者をやってたんですけども、うん、大学卒業を機にある程度自分 その、まあ、役者とかその芸能界 その目標全て一応達成したので、うん、もういいやと思って、でもうそこでもうスパッと辞めて、で一般企業に入ったんですけども、で最初の企業は、まあ、人を喜ばせる仕事をしたいと思って、まあ、普通日本
の、 はい、通販の会社に入ったんですけども、うん、でその後はまあ結構それがまあ通じていろんな方からこうスカウトを受けまして、でまあ外資系の企業をまあいろいろこう経験したんですけども、うん、じゃあ今なぜじゃあ空島なのかっていうと、うん、この年代になってきてあまりこう刺激というか会社でこう自分が成長するっていうことに対してあまりこう未来がないなと思ったんです。でちょっとじゃあ改めて新しいその自分が成長できそうな会社に入ってみたい、改めてまたこう心をこう燃やすないですけど情熱的になれるこう仕事ができないかなって思った時に、あそうだ私もともとエンタメ好きだったんだって思い出したんです。あやっぱりせっかくだったらひょっとしたら最後のお仕事かもしれないので、エンタメの仕事をやってみよう。でいろいろ探してる中でやっぱもともともちろんウェブという好きだったんですけども、あなんか空島って何募集してるのってことを知って、でひょっとしたら私もまあ上司ってママなので、まあ、最初は在宅で始めたんですけども、在宅で始める仕事でかつ、まあ、すごくそのエンタメっていうことにまた関われるかもしれないっていうことにすごく私はまあときめいたと言いますかでしかもよく見たらやっぱすごくこうフィードバックであったりとか文化であったりとか、そのやっぱり全員がプロでありましょうみたいな文化っていうところもすごくこうグッとくるものがあった。それで入社を決めたんです、ね。長くなりましたか。とんでもないです。すごい私も聞き入っちゃうような話だったんですけど、実はですね、空島って編集者みんな未経験スタートなんですよね。やっぱ転職組で入っていたもの、私みたいにもともと演劇やってましたっていうのもいますし、また営業でした、 SE でしたとか、またアパレルにいましたものもたくさんいらっしゃっていたりとかするんですけども、やっぱりみんなこう心のどこかで私のようにこうまたやっぱりこう本気でエンタメに関わりたいっていうような人たちばかりがやっぱ転職してきてるんですよね。なのでやっぱりこう何かこうヒントになるかっていうのはそれぞれこう受け取り方が皆さん違うと思うんですけども、でもやっぱりこう指標になるところに自分がやっぱりこう仕事に熱くなれるかどうかっていうのって指標の一つ持っておくとすごくまあ選択がシンプルになっていいんじゃないかなと思います。ありがとうございます。いや、はい、本当すごく自分に刺さったんですけども、ね、企業を選ぶ、例えば内定いくつかもらいましたとか、はい、受けるって決めるってすごい、まあ、私も経験して大きな決断だったなって今になって本当に思うんですけど、ちょっと迷っちゃう気持ちも分かりますし、だからこう熱量だったりとか好きを一つ基準にして選ぶっていうのはすごく刺さりました。あ、はい、そうですか、よかったですね。まあ、改めてね、自分と一回迷った時は向き合って、なんかこう何が好きだったっけなって立ち返るのも大事なのかなとすごい勉強になった回でした。よかったです。はい、ありがとうございます。はい、まあ、全4本お話を聞いてきましたけど、まあ、空島のこと主に3本で聞いて、今回就活生の、ね、アドバイスってことでお話聞いてきました。すごくまあ改めて空島についての理解も深まったと思いますし、はい、こう人生のね一つ学べも得ることができたんじゃないかなと思います。空島では学生インターン新卒も募集しておりますので、そちらもご確認ください。全4本ありがとうございました。とんでもないです。楽しかったです。ぜひお待ちしてます。お待ちしてます。ありがとうございました、はい、皆さんご視聴ありがとうございます。漫画編集者などエンタメ業界志望の皆さん、漫画編集者インターンにチャレンジしませんか？アシスタントなどではなく、一つの作品の責任者として企画作り、チーム集め、打ち合わせ、制作進行など漫画編集者に必要な経験を積むことができます。現役インターン生のインタビュー記事もぜひ読んでみてください。インターンの申し込みは概要欄から。